はい、試合の方終わりました。結果は0対1、5連敗です。もうね、言うことないっす、ほんと。ありえん、ありえない、マジでありえない。もうさ、わからん、ほんと。なんかさ、たまにさ、あの選手に厳しい言葉とか向けるとさ、あのそれは選手に言うことじゃないっていうサポーターもいますけど、もうはっきり言うけど、モンテがさ、じゃあ結果出ない、このままね、残留争いする、万が一降格ってなったら、今いる選手とかスタッフだけじゃないんだよ。過去に山形を支えてくれた選手とか、監督とか、サポーターとか、まあ、スポンサーもそうだし、もう全員の問題なんだよね。今いる選手とかサポーターの問題だけじゃないんですよ、本当に。もう全てを込みで、僕は、もう言いたいことは全部言わせてもらいました。はい。それだけです。勝ってほしいです。それだけです。なんかいいことありますか、もんちゃんは。いやもう悔しい。涙が止まりません。いや本当にね、いや泣きたくなる気持ちはすげえわかるし。いいよ、僕たちはどうせ次もさ負けても行くし、仮にね J3 に落ちたとしても行くけどさ、みんながみんなそうじゃないし、本当に頼みます。僕たちは応援することしかできないから、まあね、ぶっちぎれっていうそのスローガンが当事者意識を表しているんだとしたら、まあ、選手ももちろんそうだし、そのねスタッフとかフロントの皆さんも含め、僕たちサポーターもそうだけど、みんながみんな本当にこの結果を受け入れなきゃいけないと思います。もう今シーズン勝ってなかった水戸、別にね水戸のサッカーが悪いってわけじゃないけど、結果として今シーズン1勝もできてなかった水戸に負けるのが今の山形です。残留争いしているのが今の山形です。まだ7節っていう方もいませんけど、もう7節です。最初の目標は優勝でした。で、今のこの順位とこの勝ち点、これが全てだと思います。はい、もう言うことは全部言いました。以上です。次も応援行くんで、次も行くから本当にお願いします。選手の皆さん、スタッフの皆さん、監督のボス、お願いします。